川森ザンパプレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社東酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。さあ本日はですね、皆さんが多分聞いたことのないお鍋ご紹介したいと思います。そんなお鍋を出す店舗さんがこちらでございます。恩納村の山田にございます琉球ムー型鍋さんでございます。はい、場所はですね、マリブビーチのですね、教会そちらのね、までは行かないですから、ちょっと手前山田川になりますけども、そこの店舗さんでね、ひっそり隠れ家的なね、お店でございます。でこのムー型鍋聞いたことないと思います。私も初めてね、ちょっと知りましたけど、どんなお鍋なのかね、ちょっと店舗の方にね伺いたいと思いますので、それでは早速店内お邪魔したいと思います。さあ早速店内私お邪魔しております。お隣には店長さん来ていただきました。まずは自己紹介していただきましょう。自己紹介お願いいたします。どうも、はじめまして、京都から来ましたラウです。よろしくお願いします。はい、ラウさん、はい、店長のねラウさんとですね、本日はこの琉球ムー型鍋っていうね、ちょっとね私もね初めてね、お邪魔する店舗でもございますけど、このまずは店名から聞いてみましょうね。この琉球ムー型鍋、これ何ですか？ですね、ムー型鍋っていうのがそもそもタイの、はい、庶民的な鍋でございまして、アルミでできてるんですけれども、それでですね、現地で食べた時にあんまり美味しくなかったので、もしかしたら沖縄のこのアグーとか野菜とか使ったら美味しいんじゃないかということで、2年前ぐらいからちょっとやり始めたんですけれども、あの試作で、そしたらなかなかちょっと好評だったので、ちょっと趣味がてらに店でもしようかなと思い始めました。あ、なるほど、それがこのお店を始められたきっかけ。はい、そうです。なるほど、これムー型鍋、こちらはタイの料理というか鍋。そうですね、タイの料理、タイの人が30年前に、長いよ、いいですか、あの30年前に北海道行った時にジンギスカン食べたい、これを衝撃受けたということで、で現地に持って帰って作られたのがこのムー型鍋ですね。なるほど。店内どれぐらいの座席がありますか？店内が個室が6名席で、はい、フロア、ホールがですね、15席ほどございますね。なるほど、はい、じゃあ結構な人数入りますね。そうですね。で、夏場は、外にもガーデンが、30席ほどございますので、バーベキューならできたりとかしますね。はい、外にもですね、お席の方も構えているということでございます。お客様どういった方が多いですか？今はね、基本的にはね、観光客の方が多いですね。はい、で初めてこのムー型鍋とか聞く方も多いと思いますけど、どんな反応を示されますか？もう未知の世界だと思います。未知の世界、はい、タイ旅行行ってもなかなか食べることがないらしいので。はい、はい、それではこちら琉球ムー型鍋さんのですね、フードのメニュー伺いたいと思います。鍋という形なので鍋が結構あるみたいですよ。さあどういった内容になってるんでしょうか？基本的には、そのムー型鍋ですね、はい、その変わった鍋で召し上がる沖縄の素材を使った、カツオだしで召し上がっていただきます。だしは、タレは、シークワーサーを使った、ポン酢を出しております。はい、でこれが一番人気。そうですね、一番人気、食べてもらいたい食材になります。はい、はい、でその他にもですね、お鍋結構あるみたいなので、ちょっとそこも伺いたいと思います。他にどういったのお鍋ありますか？他はね、普通のアグーしゃぶしゃぶもございまして普通の鍋のアグーしゃぶしゃぶですね。日本人がよく来る、はいはい、と、あとチゲ鍋ですね、はい、キムチ鍋みたいな感じのやつと、はい、あとはサムギョプサル、はい、これもジンギスカンの鉄鍋の深底の鉄鍋で、ね、やってるんで、ちょっと多分初めてな感じだと思いますね。これは韓国の料理、基本的には韓国の料理なんだけども、使ってる鍋がジンギスカン深底鍋っていうやつを使うので、なるほど、その平たいこの鉄板ではないっていうか。なるほど、はい、それではフードのメニューも伺いましたので、アルコールの種類も伺いたいと思います。アルコールはどういったものを置かれてますか？まず最初に、ザンパ白ですね、はい、青森系は、5、6種類ほど置いておりまして、それとあとはウイスキー、焼酎、ビール、カクテル、チューハイ、
あとはソフトドリンクも、まあ、マンゴージュースから、カルピスなどいろいろございますので、はい、はい、いろいろと種類もあるということでございます、はい、ね、ジャンパの方も白が置かれているということでございますよ。で、まあ、ジャンパの白、あ、ちなみにお酒は飲まれますか？お酒飲みますよ、はい、たくさん飲みます。はい、はい、まあ、ジャンパに合う一品という形でもね、ちょっとまた続けて伺おうかなと思いますけど、ジャンパに合う一品、これ白っていうことで、白に合わせるのはどれがいいですか？やっぱりちょっとそうですね、キムチ系の、キムチもやしナムルっていうのが今最近作っておりまして、それがかなり合うと思います。これはおつまみ？おつまみ、そうですね、はい、自家製で、自家製で、はい、ナムルという形ですよ、はい、ぜ、自家製で漬け込んでる、漬け込んで、はい、お出ししますので、ぜひ。はい、それでは最後にこちら琉球ムーガタ鍋さんの営業時間伺いたいと思います。営業時間教えてください。はい、夕方の6時からですね、夜の10時半まで営業しております。あ、はい、ラストオーダーとは？一応お客さんがいれば、まあ、ある程度遅くまでやってる感じでもあります。なるほど、はいはい、ちょっとね、ラストオーダーもちょっと伸びる可能性もあるということでございます。定休日などありますか？はい、今はね、冬の間は定休日水曜日になっておりまして、夏場はまあ休まないようにして営業はいたしますね。はい、なのでね、ぜひ、まあ、水曜日はお休みということですのでね、ぜひ、まあ、ご予約とかもねしていただければと思います。お人数でも対応できますのでね。はい、ということで、気になるご連絡先教えてください。あ、連絡先は、電話番号は 098-800-1758 です。はい、はい、ね、ぜひご連絡していただいて、ご予約など、ね、していただいて、新しいお鍋、まあ、沖縄でなかなか見ないお鍋でございますので、ね、ぜひ皆さんの目で味、あ、舌でまた、ね、味わっていただきたいなと思います。さあ、それではちょっとね、 PR という形で言いたいんですけど、その前に、昼間はなんかお店の形態が変わるって聞いたんですけど。はい、そうです。昼間はね、タピオカ屋さんを出してまして、同じ建物の中にタピオカ屋さんが、朝11時から夕方6時までやっております。はい、昼間はタピオカ屋さん？タピオカ屋さんです。はい、なるほど、はい、このタピオカも結構観光客の方とか人気あるんじゃないですか？そう、夏場はね、結構お客さんいるので、まあ、冬場になってちょっと少ないんですけれども、うん、まあ、いつでも並ばなくても、飲めるタピオカとして有名なので、ぜひ、お越しくださいませ。はい、でタピオカ、ね、まあ、このお店の時はお店のお名前がチェンジしてるというか。あ、お店の名前が、リー・ユエタン・ベニチャ店といいまして、はい、まあ、中、台湾のですね、湖、一番大きい湖があるんですけども、そこのほとりで作られた紅茶を一応メインで使って、お出ししております。なるほど、はい、またタピオカもね、昼間訪れても、ね、タピオカという形でね、味わえるということですね。ぜひお越しください。さあ、まあ、動画見ている方にメッセージという形で、はい、最後にラウさんからよろしくお願いします。はい、恩納村に、来られた日にはぜひお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。夜は必ず僕がいるので、ラウです言えば何か来るかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、皆さん、はい、右手にこうやってラウですということでね、上がってくるということでございますのでね、はい、ぜひ皆さんお越しください。本日ラウさん、ありがとうございました。ありがとうございました。琉球ムーガタ鍋では、飲酒運転絶対反対、飲んだら乗るな、代行ございます。いつでも呼びますので、よろしくお願いします。残波で乾杯。愛されるより愛したい。来週の読谷大好き飲み歩きは今年最後の放送となります。ご紹介するお店は焼肉波の屋さん、嘉手納町に新しくできたお店でございます。また朝5時まで営業するということで、ちょっと変わった焼肉屋さんでもありますよ。さあ、動画をチェックして年末も皆さんでにぎわっていきましょう。来週もお楽しみに。琉球泡盛残波プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は、有電会社東酒造の提供でお送りしました。